進する。
しい。吐け。仲間は。
回収する。了解だ。仲間はどこだ？逃げてない。
回収する。了解だ。はい。
もう一度。ウエスタンでも見たか。こいつはオートマティックだ。リコイルを逃がす撃ち方には向いてない。リボルバー向きだ。ダイヤモンドドッグズはもはやかなりの規模になった。世界も注目している。グレンタイマガイの振る舞いはよそでやってくれ。いいか、正しい戦技を身につけろ。スクリーンで見たあらゆることを忘れるんだ。以後おかしなことをしたら見逃さん。こんなエングレーブには何のタクティカルアドバンテージもない。だが早打ちは見事だった。いいセンスだ。
まらんな。撫でたいな。まったりな。肉球触りたいな。まったり。肉球触りたくないか。まあ、いや、考えたことなかった。お前、子犬の肉球のことを知らんのか。すまん。だが、確かに触り気持ちよさそうだな。だろう。スネーク、パズ。そうだ、彼女だ。爆発したんじゃ。爆弾は摘出しただろう。二つとも
爆弾？おいおいおい、大丈夫だ。もう一つ。大丈夫だ、摘出した。もう一つ。あさつは君が帰る頃には終わってる。そっちは任せる。 IAEA の連中、僕たちを平和の守護者だと思って帰っていくよ。じゃあ。何かおかしい。もう一度やろう。ボス。それで海面に激突にもかかわらず命は助かった。だがその時のショックで記憶をなくした。スネーク、ガルベス先生はどこにいるの？まさか。パスは1974年に生きている。それ以前の記憶も KGB やサイファーのことは完全に欠落している。 DD の一種って話だ。自分を守るために記憶を封じる乖離性健忘、さらに人格すら変わってしまう乖離性同一性障害。彼女はその中間あたりだろう。彼女は自分を1974年の女子学生だと信じ込んでいる。この前の平和の日のイベント楽しかったわね。記憶と矛盾するような言葉は聞こえていないんだ。医者によると演技ではないらしい。記憶が戻ればサイファーについて聞き出せるんだが。少し前に回収したあの頃の仲間が持っていた写真だ。見せたら記憶が戻るかとも思ったが。他にも何か持ってないか？何か見せてくれるの、スネーク？任せた。好きにしてくれ。